こんにちは、皆さん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching European engineers are surprised by the technology only in Japan. The video is from this channel. それでは、始めましょう。皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。様々な分野のテクノロジーが目覚ましいスピードで進化する現代。例えば、10年ほど前はガラケーを使っている人が多かったのに、今では15歳から79歳の9割以上がスマートフォンを持っています。スマートフォンの普及に伴い、支払い方法も多様化。一昔前まではクレジットカード一択だったキャッシュレス決済は、交通系 IC カードや流通系電子マネー、QR コード決済など、様々な支払い方法を選択できるようになりました。また、デジタルサイネージ、ディスプレイなどの電子機器を使って情報発信するシステムも急速に普及。商業施設や駅、オフィス、病院、学校など街中の様々な場所でデジタルサイネージが稼働しています。このような光景は一部の外国人から見るとまるで SF 映画の世界のように映ることもあるんだとか。そこで今回は日本へ観光に訪れた外国人技術者が心底驚いた日本の最先端テクノロジーについてご紹介いたしましょう。ブルガリアの技術者が日本を訪れた結果。僕はブルガリア人のステファン。先日妻と一緒に日本を旅行してきたのだけれど、今日はそのことについて話そうと思う。日本っていうのは本当に素晴らしい国だよね。ブルガリアと比べてもとても居心地が良かったよ。今回妻のエレナと2人で日本を旅行したのだけれど、正直僕は最初はそんなに気乗りしていなかった。日本が嫌いとかそういうわけではないんだよ。ただちょっと僕自身の仕事のことで行き詰まっていたからなんだ。こう見えて僕は IT 関連の技術者として働いている。他の EU 諸国から請け負ったプログラミングや機器の設定を行っているんだよ。日本ではあまり知られていないみたいだけれど、ブルガリアはあまり裕福な国ではないんだ。EU 全体を見渡したら下から数えた方が早いくらいだね。世界的に有名なものといえばせいぜいワインとヨーグルトかな。銃を手に入れるのも結構簡単だから治安だってそんなにいいわけではない。ブルガリアって聞くと牧歌的なイメージを思い浮かべる人が多いかもしれないよね。だけどそんなのは一部の村だけ。都市部の犯罪発生率はかなり高いんだ。目立った産業がない中、ブルガリア政府は教育と IT 産業に力を入れている。ブルガリアでは現在 IT 技術者は所得税の支払いが不要といった優遇措置まで取られているんだ。僕が今の仕事に就いたのはこうした政府の後押しがあったから。今回日本旅行ができたのも比較的堅調な IT 業界に身を置いていたことが幸いしたってわけなんだ。ここまでの話だと順風満帆でどこにも行き詰まる理由なんてないように感じるかな。ところが実際はそうでもないんだよね。僕が生まれ育ったのはブルガリアで8番目に大きな都市のスリベン。実家は牛やヤギを育てる牧場で、常に自然と共にある両親の仕事ぶりを見てきた。そうしたのんびりとした環境で育ったせいなのかな。無機質なプログラミングばかりしていると無性に嫌になってしまうことがあるんだよ。深夜までコーヒーを飲みながら打ち込み作業をしていて、ものすごい嫌悪感に襲われたことも何度かあった。今回僕が日本を訪れたのはちょうどそうした負の感情がマックスになっていた時だったんだ。僕よりも日本に詳しい妻は、日本に行けばきっといい気分転換になると言ってくれた。だけど僕はそうは思わなかったな。だって日本はブルガリア以上にテクノロジーが進化しているから。無機質な最先端のテクノロジーに囲まれて、結局仕事をしている時と同じような気分になってしまうと思ったんだ。
もちろん旅行は楽しむつもりだったよ。だけどそういう理由で気分転換ということに関してはそれほど期待していなかったんだ。ところが東京に到着して初日のこと、早くも僕は日本という国から何かしらのインスピレーションを受け始めたんだ。旅行のプランを立てたのは妻。その日は妻が特に行きたがっていた浅草へ行ったんだ。浅草までの移動手段は電車。東京駅はまるで迷路のようで、 Google マップを使わないと乗り場にたどり着けなかったよ。東京の街はブルガリアの首都ソフィアと比べても圧倒的に近代的だった。ひしめき合う高層ビル、信じられない数の飲食店やショップ、道には人と車があふれかえっていた。やっぱり東京は世界の中でも超がつくほどの近代的都市なんだな。そんなことを思いながら僕は歩いていたよ。その感想は電車を降りてからも変わらなかった。だけどそこから少し歩くと驚きの光景が目に飛び込んできたんだ。それはアジアの田舎でよく見かける人が引く荷車のようなもの。最新のトヨタやホンダの車に混ざってそれが街を走っていた。まるで時代考証をおろそかにした B 級映画か低予算のゲームを見ているよう。その光景に僕と妻は思わず顔を見合わせてしまったよ。僕たちはすぐにその車を追いかけた。そして自分たちも乗せてもらったんだ。車を引いてくれたのは小柄な日本人の女性だった。走り出した車は信じられないくらいスムーズ、まるでツールドフランスで使われる超高級自転車のように滑らかな走りを体験することができたよ。そして僕たちはその車の上からさらに信じられないものを見ることになったんだ。近代的な建物の中に突如として出現したのは巨大な木造のお寺。車を引く女性は浅草寺ですよと紹介してくれたのだが、その建物は意外なくらい自然な形で街に溶け込んでいた。僕がイメージしていた東京の姿が少しずつ変わっていったのはその時からだったと思う。それから僕たちは街を散策していたのだけれど、途中で立ち寄ったコンビニで奇妙な光景を目にした。お会計をするためにレジの列に並んでいた僕、すると離れたところにあるセルフレジで一人の女性がちょうど決済をしていたんだ。ところが彼女は何もない空間に手を伸ばして何かのサインを送るような動きをしていた。一体何をしているのだろう。気になった僕はレジの列から抜けて彼女の後ろに行ってみた。そしたら気づいたんだ。横から見た時は何もなかった彼女の正面にホログラム、レーザーを使って立体画像を記録したもののタッチパネルが浮かび上がっていたことに。つまり彼女は空中に浮かぶそのタッチパネルを操作していたんだ。こうしたホログラムの技術はそれほど目新しいものではない。だけど街中のごく普通のコンビニに設置されているなんて、さすが日本だなと思ったよ。このことを後で妻に話すと、意外な観点から彼女はこの技術に感心していた。それなら不必要に接触しないで済むから衛生的よね、今の時代にぴったりじゃないって。確かにそうだ。新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るう中、こうした技術を利用者が多いコンビニで採用するのは非常に有意義なことなんじゃないかな。本来テクノロジーというのは単に利益だけを追い求めるのではなく、こうして人のためになるように使われるべきなんだろう。そして僕のそうした考えを確信に変えてくれたのが、あの迷路のような東京駅での出来事だったんだ。その日の僕たちは東京駅から電車に乗り、近郊の観光スポットに出かけようとしていた。ところがうっかり間違った切符を購入。こうしたことはブルガリアでもよくあることだから、目的の駅に着いたら精算すればよいと思った。しかしいざ改札を通ろうとすると改札機が反応しない。後で分かったのだが、僕たちは違う鉄道会社の切符を購入していたんだ。そこへ通りがかったのが駅員さん。
困っている僕たちを見て声をかけてきた。事情を説明すると、先ほどの券売機まで僕たちを案内、払い戻しの手順を教えてくれたんだ。駅員さんがタッチパネルを操作すると、いくつかあるスリット、隙間の一つが点滅。そこに間違って購入した切符を入れると、画面に購入金額が表示された。 OK を押すと、そのお金が払い戻される仕組みになっていたんだけれど、これには心の底から感動したよ。自動販売機は自動で物を売るための機械、客のクレームを受け付けるものではない。例えば缶コーヒーを買おうと思って間違ってジュースのボタンを押したからって交換してくれる機械なんて存在しないだろ。だけどこの販売機は間違いなく購入代金が戻ってきたんだ。その後、静かすぎる日本の電車に揺られながら妻と話したよ。日本の機械はなんて優しいんだろうねって。まるで日本人のおもてなしの精神が機械にまで移植されているよ。日本の機械は常に利用者のことを考えて設計されていた。日本のこうしたユーザーライクな姿勢を見て僕は思ったよ。僕の仕事だってそんなに無機質なものではないんじゃないかって。そして本来のテクノロジーとはこういうものなんだと気がついたんだ。僕はすっかりすがすがしい気持ちに、すぐにでも仕事を再開したいとさえ感じた。とは言っても日本旅行の日程はまだ半分以上も残っている。仕事を頑張るのは思う存分日本を楽しんでからだ。でもそう考えられるようになっただけでもすごい進歩だと思わないか。まさに妻の言う通りだったよ。日本に来たおかげで僕の心はスーッと晴れ渡った。僕を日本に連れてきてくれた妻と、日本の素晴らしい技術に感謝しないといけないね。ステファンさんのエピソードは以上になります。今回登場したホログラムのタッチパネルによるレジは、セブンイレブンが2022年2月から導入したキャッシュレスセルフレジ、レジポスというもの。東京都内のセブンイレブン6店舗において人証実験が開始されており、レジカウンターの小スペース化や完全非接触による安全安心を提供することが狙いなのだそうです。レジポスはお客さんが購入する商品のバーコードを読み取り、会計操作を行うタイプ、クレジットカードや交通系電子マネー、 QR コード決済などにも対応しています。酒、タバコ、インターネット代金収納などは対象外となりますが、店内で販売している商品は基本的に全て購入可能。レジのサイズは横幅が 317.5mm、 奥行きが 600.0mm で、従来のレジと比較すると 70% 程度のサイズだといいます。このような空中ディスプレイは空港やホテルなどでの利用も進められているとのこと。将来は街中の至る所で空中ディスプレイが採用されているかもしれないですね。そして外国人にもよく驚かれているのが、日本の券売機の払い戻し機能。切符を間違えて買ってしまっても、券売機に買った切符を戻せば同額のお金がすぐに返金されます。 IC カードが普及し、私たち日本人が切符を購入する機会は減りましたが、いざという時のために覚えておいて損はないですよ。ステファンさんのエピソードや様々な日本の最先端テクノロジーに対して、外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。僕は5年前に日本を訪れた。普通のトイレですら水温や水圧をコントロールできるんだ。ハイテクでとても驚いたよ。日本のテクノロジーは本当に一流だな。日本は最先端技術の宝庫だよ。日本人って一体何者なんだろうか。誰も想像できないような細かなテクノロジーが詰め込まれていて、すごすぎるとしか言いようがない。独創的なアイデアだね。
日本の便利な券売機が懐かしいよ。そっとしておけ。日本はマジで危険な存在だ。目を覚まさせてはいけないぞ。歴史的に見ても日本は常にアジアの強国だった。技術大国だし、その技術力を核兵器製造に集中させたとしたら大変なことになるよ。日本に3ヶ月住んでいたけれど、アパートの洗濯機が最高だった。フィリピンに持って帰りたいぐらいだよ。まとめ、今回ご紹介したエピソードからもわかるように、日本の科学技術が世界の最先端であることは周知の事実です。しかしその一方で、日本はテクノロジーの研究開発で世界に遅れをとっているというニュースも最近はしばしば耳にするようになりました。その原因の一つとして挙げられるのが、産学連携ができていないこと。日本の産学連携に対するマインドは10年どころか50年くらい遅れているという人もいるくらいです。問題となっているのは、大学の研究開発に対する理解が企業側に不足していること。また大学側もそういう状況下では動きづらく、産学連携に対する意識が薄いようです。それから日本の企業でよく聞かれるのが、研究開発への投資に躊躇しがちだということ。それって大学で研究すればいいんじゃないの？と企業は思うようです。しかし大学で生まれた技術を社会で実用化させる方法を企業がお金とデータを投じて考えるのは欧米では当たり前のこと。そしてそれに対する各方面の理解もあります。その部分がうまく機能していない日本は、研究開発から実際のサービスとして社会実装できるレベルになるまでの間が、企業も大学もどちらも手をつけない状態に。さらに優秀な人材が海外に流出してしまうのも深刻な問題となっています。日本の企業と大学、そして政府はより一層協力し合って、これからも世界最先端のテクノロジーを生み出し続けてほしいですね。いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for the video. I'm a subscriber. This was very interesting. You know, I have a funny story about QR codes. Before the pandemic, I have this Chinese customer and she was asking, can she pay by QR codes? And at that time, I have no idea what was QR code. And then she showed me this QR code on her phone and I said, no, we don't have QR codes. We don't accept QR codes payment.And then after the pandemic, it was so popular here in Thailand. Like you can pay by QR codes at the gasoline station, convenience stores, at the supermarket, even wet markets. Fish vendors, street food vendors, they're accepting QR code payments. It's really cool. It's very helpful. If you don't have cash with you, you can pay by your smartphone. It's amazing. And also at the supermarket, we have this self-checkout counter where you can also pay by QR codes.Amazing technology by Japanese people. It surely makes our lives easier and better. Well, anyway, I would like to thank the uploader of the video. Thank you so much. To all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん、気をつけて。またね。